僕も落ちるかもしれないし、わかんない。はい。抽選されると思うんで。本当便利。前回あの150人ぐらい応募があって。すごいっすよ。幸い選ばれたんで、はい。すごい。そうなんですね。あれかなりすごかったですよね、参加メンバーがなんか、まあ、特にあのおすすめでね、はい、おさじさんが言ってくれた高文高蔵さんのもうチャンネル登録して見たけど、はい、すごいですよね。すごいですよね。はい、まめにいろいろあの返事してくれて、ぜひ一回あのお会いしてみたいなと思って。絵描きさんですね。はい。なんか止まってるのかな、キーニさんの画面止まってるように見えた。あ、大丈夫、大丈夫。はい。あ、大丈夫です。はい。はい。大丈夫です。はい。はい。いやー、これ便利ですね。これ、キーニさん知ってました？このズームっていう機能は。わー、ちょっと分かんなかったですね。初めて聞きましたね。はい、簡単ですよね。そうですね。はい。どういう設定をされたのかでは分かんないんですけど、とりあえず、パソコンの方で、ツイッターから来てるこの DM からもらってる URL で、一回ズームを落として、でもすぐ、なんか繋がったって感じなんですけど、すごいなんか。はい。右の下の方にある、あの、録画ボタンを押せば、そのまま録画できますんで。あのレコーディングっていうところですか。レコーディング、はい。どうぞ。はい。あ、押してみよう。はい、押して。リクエストしてください。あ、リクエストして、許可されれば録画されるってことですね、じゃあ今。で、設定も何もこう、なくてですね、ただミーティングを開催するだけで、で、あの、開催をこう申し込むと URL が出てくるんで、で、それを参加メンバーに送るだけなんですよ。しかも、何だっけ、この間酒井先生もしてたけど、例えば録画したのを YouTube にアップしても、はい、まあ、許可取れてれば大丈夫なんですね。大丈夫ですよね。なんかレコーディングのあれが点滅してますね、左上に。点滅こっちもしてま す, です、ね、はい、されてんのかな、これ。もしかしてされてる、もしかしてされてるんですかね。最後にされてるかもしれない。まだ僕もあんまりこれが初めてなんで。ああ、はい。いやでも逆にあれですね、宇佐美さんが主催っていう形でも面白そうですね、こういう形で。そうですね、募集募るというか、うん、はい、あの申し込むというよりは自分で主催してこうきあのああなんて来てもらおうというか、はいはい、逆 の, あのスタンスでもいいのかなとも思うんですけど、はい、うん、あのキーニーさんたちのグループの方をこうお招きして大勢でやりたいなって感じは してるんですよ、時間は。はい、うん、いいですね、これ絶対、いいですね、これ他の人も絶対取り入れますよ、このズームのやり方、はい、一体何人まであの まともにできるんだろうかっていうのをちょっとやってみたい。確かにこの会話のキャッチボールがね、1対1とちょっと違いますもんね、こう言葉がね、うん、キャッチボールが。そうですね、確かにそれはあるかもしれない。はい、無料で40分までできるんですよ。あ、そっか。で、人数は100人まで。はい。これ、あれですか、一枠っていうか、その、ツイキャスみたいに40分超えたら、また、もう一回できるんですかね。そうですね、もう一回できます。はい。でもなんか、確か1対1の場合が、あ、じゃあ1対1の場合は、無制限ですよね。無制限ですね。まあ、2人で話す分には、うん、もう無制限で、無料で無制限。めっちゃこれすごい、今のとこ多分すごい斬新っていうか、もうめちゃめちゃいい、簡単だし、いいしっていう、はい、ぜひ、キーニーさんのお友達集めてやりましょう。なんかライブとかをする、例えば YouTube ライブとかを、はい、これでやるとしたら、もうコメントとか拾えなくなっちゃうんで。あ、そうですよね。だから、ライブじゃなくてもいいかなって感じは。な感じですね。ですね。他人数でやったら、もう確実にコメント拾えなくなっちゃう。まあまあ、無理でしょうね。なんか一人が読み上げ係みたいなね、決めてて、こう、ね、スマホ見ながらこう言うしかないですよね、誰かがね。まあ、ぐっさんに頼もう。例えば、一人読み上げるとした場合なんですけど、それでも多分、
その他の人とこう話してるんです、会話してるんで、ええ、多分かぶって結局あれなんです、ね、できないでしょうね、うん、だからコメント自体読み上げきれないんで、うん、どっちかというと、うん、もうコメント読まないか録画したのを出した方がまだいいかもしれないですね、はい、この場合は、うん、そっか、まあ、結構雑談とかだったら好きな人見ますもんね、こういう対談形式、録画でもね、参加せんしなくても、ね、うんうん、あのツイキャストも結構それっぽいっていうか、あの、あ、そうですよね、はい、確かに、うんうん、8人ぐらいまで同時でコラボできるんですよ、ね、でなおかつそのなんて音声読み上げ機能とかつけたりとか、はいはいはい、やるともうなんか何がどこで行われるのか、起きてるのかっていうのは全然読めなくなっちゃう。その8人ぐらいでもそれなんで、結構もう大人数になってくると、何の話してるのかって。やっぱなんか司会進行役っていうか、MC 的な人がやっぱ絶対必要っぽいですよね。ですね。うん、でも面白い。うん、面白い、楽しみ。これはやっぱりあの、うん、あれかもしれないですね。なんかその、例えば、あの、なんていうのかな、この、まあ、ミーティングっていうか、普通にコラボするとき、何かやりましょうとか、はい、そう、詳細を詰めるときとか、もういいですよね。なんか、キーニーさんに、あの、すいません、キーニーさんに、2つ聞いておきたいことがあったんですよ。はい、はい。まず、あの、うん、iPhone 買うか。それと、もう一つが、アフロフィーバーどうですか？ああ、そうか。あれですね。沖縄の。うん、あれ気になる。テレビとかで結構もう報道っていうか、はい、やってたりしてたんで。はい。うん、実際に僕行ってないんだけど、結構すごそうですよね。すごそうですね。まあ、ついさっきも、あの、はい、6時ぐらいかな、6時、7時ぐらいの時でも、なんかちょっと中継みたいな感じで、ちょっと軽く、その、場内の様子っていうか、あの、なんかその、外の外野の方っていうか、はい、人にインタビューしたりとか、はい、それぐらいは結構やってたんで、まあ結構盛大な感じでありますね。そうなんだ、やっぱりね、安室ちゃん、私、ちょうど世代だから、本当、うん、悲しい。うん、で、あの、iPhone に関しては、僕はちょっとね、今、iPhone7 Plus なんですけど、はい、8と10がこの前に出たじゃないですか。はい、で、つい最近、あの、10S、10S Max と、あと、はい、10R か。はい、出てるんですけど、ほぼほぼあんま変わんないんですよね、なんか性能的に。そうなんですよね。なんか中身の方がすごいなんかこう強化されたみたいな感じなんですけど、うん、もう大々的にここが大きく変わりましたよっていうのがあんまりなくて、もう目立った情報だったらもうサイズがでかくなったんですかね、画面の。はい、マックス。うん。6.5 くらいでしたっけね。あれぐらいの、ものしかないんですよ。天の、もう、あの、天自体のその、製品が、ちょっと性能良くなって、もう一回出ましたみたいな印象。指紋認証とかもなくなって、フェイス ID になるんで、多分、ね、このマスクとかしてる人は多分認証するかしないかっていう問題が多分、引き継がれて、うん、あまり改善はしてないのかなとか。そういう意味合いで言えば、ま、あの、天が消えたんでしたっけ、その販売、アップルストアからの、その商品ページから消えたとかなんとかっていうのあったんで、あと6と、iPhone6 と天がなんか消えたとかなんとかっていうのを見たんですけど、でも、買うとしたら8かなっていうレベルですよね、どっちかっていうと。僕は7、プラスで、まあ、あの、8以降から、動画撮影自体が、はい、4K の 60fps で撮れるんで、高解像度でもうすごい、こう、ぬるぬるとした、うん、滑らかな動画撮れるっていう感じなんですけど、うん、やっぱり一眼とか使ってると、ちょっとボケ感っていうか、そうですね。あの辺がちょっと物足りない。全体的に、被写界深度っていうか、その、この、うん、全体的にはっきりくっきりみたいな感じなんで、綺麗であるんですけど、なんだろう、その、印象がこう際立つような、映像っていうのはなかなか撮りにくいみたいなのがあるんで、
やっぱりもう一眼とかで撮ってるとカメラとかの性能で言えば、うん、まあやっぱ一眼がいいっていうのもあるし、あのコンパクトさで言えば、うん、もあの携帯性というか一番持つのはやっぱりあの、まあ、その iPhone とかなんで、そっちでさっと撮ってこう綺麗に撮れるっていう面では そっちがいいと思うんですけど、でも僕7プラスあって基本的にあのフル HD で 60fps 書き出せれば、はい、うん、結構今のところまあ多分大体主流はそれだと思うんですよね。4K の映像があのアップもできるようになってるけど、結局見る人ってあんまそんなに少ないと思うんですよね。そうそうそう、うん、確かに迷ってるんですよ。だから何を使うかですね。宇佐美さん、どういうふうにそのiPhone を使っていくかっていうのがちょっと気になるんですけど、食レポじゃないですか、はいはい、あの大きな機材を持ち込めないお店ってあるんですよ。で、まあはい、そういう時には iPhone で結構撮るんですけれども、うんうん、どうしようかなって、ファーウェイにしようか、Galaxy S9S、ですか、9プラスか、S9 プラスか、うん、で悩んでますね。多分あの撮影の面でってことですかね。そうですそうです、はい、うん、だったら多分今回スルーしてもいいかなと思いますね。あの、あ、やっぱり、まあ、うん、そういう人も多いですね、うん、ファーウェイとかの方がまだ、うん、あ、やっぱりファーウェイでしたっけ、ライカの レンズ、そうですね、 P20 プロ、はい、うん、あの辺の方がまだいいかもしれないですね、もしかすると。うーん、ただこう、値段だけが高いっていう感じだと思うんですね、印象的には。うん、なんか互換性っていうか、例えばパソコンもあの Mac 使ってますとか、うん、で iPhone も、あ、まあ、そのスマホも iPhone 使ってますみたいな、連携させるっていう意味では、そういうのがあるんだったらその iPhone とかの方がいいと思うんですけど、うん、特にそれが なければ、わざわざその今の最新のやつに変える必要はないのかなって思ってるんですよ、僕的には。魅力がほとんどなくなってきてるんで今ですね、うん、もう iPhone5 とかかなぐらいからはあったんですけど、やっぱり ジョブズがなくなってから、そうそうですね、そうそうですね、にもあのダメですね、なくなりました、うん、そういう意味ではもう寄せてきてるんでどっちかっていうと、うんうん、あのそのアンドロイドの端末に iPhone が寄せていってるような形に今なってきてるんで、はい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 、お財布携帯とか、うん、なんか何でしたっけ、あのなんかそういったそのガラケーとかについてたやつを後からこう付け足していくような感じで、うん、iPhone はもともとそれを切ってたはずなんですけど、はいはい、それはいらないみたいな感じで外したんですけど、うん、それを徐々にこう寄せていってきてるんで、もうあんまりこうプライドがなくなってきたような感じが、うん、そうですね、うん、なるほど、うん、かそういった意味ではなんか、うん、もう どっちでも同じなのか、今日安くていいスマホを使った方がまだいいのかなと思って、そうですね、うん、あれもうパソコン買えるぐらいの値段するんで、私の17万でしょうぐらいですね、シャレにならないですよね、うん、うん、だから あのパソコン並みの性能とかもそれものができる、あの、うん、また iPhone で、本当に編集もそれぐらいのものができるようになったりとか、うん、なんか本当にパソコンと何ら遜色ないようなに使えるんであれば、まあ、変えてもいいのかなとか思うんですけど、はい、あくまで iPhone は iPhone で iOS でそのなんだろう、パソコンとのこれは違うんで、うん、どうですみたいな、だからやっぱりそれ考えると逆にパソコン、その同じお金を出すんであれば、うん、ノートパソコンとかそういうそこにお金作った方がいいのかなみたいな感じするんで、うんうん、確かにですね、はい、ただあでもな、買いましたってこうあのレビューを、そうなんですよね、あの、まあ、数字としては多少いくとは思うんですけど、あのでもその時だけですもんね、そう、それに見合った、うん、あの再生数だったり収益が得られるんであればいいんですけど、うん、まあ多分無理でしょうね、うん、半分かそれ以上ぐらいこう回収できるんだったら、はいはい、まあまだいいのかなと思うんですけど、多分あのなんだ結構まあなんだ有名なユーチューバーさんとかがもう、うん、瀬戸さんが全部持っていっちゃうっていう可能性があるんで、はい、
うん、瀬戸さんより早めに出すとか、なんかそういうのができれば、うん、まあ、いいと思うんですけど、はい、結構、それを考えたとしても、ちょっとリスクが高いかなっていうのはありますね。うん、僕もちょっと今、いろいろ、なんか最新のものを買って、レビューした方が、やっぱ確かに伸びがいいというか、もともとその発表会の時に新製品発表の時にライブしたんですけど、はい、一気に再生回数が伸びたんで、やっぱそういうトレンドに乗るっていうか、そういうのはいいことなんだなっていうか、この再生回数を伸ばすにあたってはいいのかなと思うんですけど、ただそこで登録者数とか再生回数とかって考えると、その割に合ってるのかなっていうのは、ちょっと思ったりもしますね。ちょっとそういうのを取り扱いそうにない製品の最新の製品をレビューした方がまだこう伸びるんじゃないかなとか、例えば瀬戸さんだったら iPhone 買いましたってやるけど、例えばファーウェイとかそういうのを、Galaxy も多分今買わないかなとか、なんでそっち系を逆に狙うとか、ああいう端末を狙うとかの方がまだこう再生回数とか伸びるのかなとかは思いますね。なんか、なるほど、ね、やっぱ僕もやっぱですね、なんかジンバル買いましたって言っても、そんなにやっぱりこう結構前の製品だったんで、やっぱそれ出したところでそんな伸びなかったりとかも、あったりもしますし、それ考えると、まあ、普通に楽しむ分で、普通に自分が欲しくて買って、で楽しんで、でなんか動画もプラスアルファ上げて、それで満足っていうのは全然ありだと思うんですけど、その収支を考えるんであれば、やっぱちょっとリスクが高いっていうか、な感じではしますね。僕としては、はい。前はでも結構ほら、昔のキーニさんの動画拝見させていただいたけど、結構、以前はなんかほら、Apple Watch とかほら、結構新商品、意外とほら、はい、紹介されてましたよね、最初の初期の段階の。そうですね。あの時はやっぱ手応えっていうか、結構やっぱほら、話題に入って、タイムリーな商品でバッてやっぱ行きました、やっぱ結構。行ったわ。紹介するのは僕、だいぶ遅れたんですよ、実は。だからそんなに再生数は伸びなかったんですけど、アップルウォッチの、その、なんていうのかな、外側の、なんかこの、僕、買ったのアルミだったかな、一番下の。あ、はいはいはい、で、それをステンレスっぽい感じの、この、デザインに変えるって、このなんかケースみたいなのがあるんですけど、あれを買ったやつを動画にしたら、こういうふうに、なんか、見栄えも、こう、良くなると。良くなって、で、ベルトも、なんかゴム製みたいなのじゃなくて、ちょっとした、なんだろう、ステンレスのベルトにしましたよっていうのの動画は結構伸びてるんですよ、ね。あ、毎回このアップルウォッチが出るたんびに、ちょこちょこ回るんですよ。ああ、いいですね。いいですね。してもらってる、っていうのはやっぱあるんですけど、やっぱり、僕も、動画でも言ってるんですけど、時計って何回も買わないと思ってるんで。買い替えたりしないもんだと思って、で、アプローチが出た時も、もうこれ、要はこの時を大事に使おうと思って買ったんですよ。そしたらいつの間にか、シリーズ1、2、3みたいな感じで出て、最近また新しいの出てきてるじゃないですか。ちょっと、スマホも時計も買い替えるっていうのはちょっとできないなっていう。ところで、ちょっと最近は、あんまり購入とかはしてないんですね。確かに確かに。新商品はやっぱどのジャンルでもやっぱ新商品追っていくと、もう出費が半端ないです。半端ないですよね。どの分野でもね。細かくこうレビューするとか、回数分けてとか、このジャンルとか、例えば、なんとバッテリーとか、そういう持ちのだけの動画とか、はいはい、なんか、この、新製品、iPhone の新製品、新しくなったところだけを紹介する動画とか、分けたりとかすれば、散りばめてちゃんと出せれば、多分結構トータル的に登録者数とか再生数とかも伸びると思うんですけど、そこで
どうやってこうちゃんと 出していけるかじゃないかなとも思うんですよね。なんか、うん、ただ買いました、こんなですって軽く紹介して1本だけ動画出すってなると、うん、やっぱなかなか伸びも悪いのかなっていう、うん、感じはしますね。そっか、はあ、確かに、うん、結構あれですよね、すごい人は本当に 1個も新しいの買って、うん、このパターンこのパターンじゃないですけど、なんかこれ比べてみたとか、あ、昔のものと、うん、旧品と新品を比べてみたとか、わかるわかる。化粧品とかでもありますよ。なんか似た製品を、最新のやつと似た製品、うん、他社製品比べたりとか、ああ、そうやってほら、一個をほら、いろんなネタで使うっていうか、比較しましたとか、耐久テストとか、うん、そうそうそう。まず安いプチプラだけど、この高級デパコスと同じですが、一個で3、4本ぐらいネタにしてます。うんうん、そういう感じで持っていけると、うん、まあ、ある程度、なんだろう、その、トータル的にこう回収できるとか、うん、確かに確かに、なんかそういうのあるのかなと思ってます、ね、僕は基本的に1本ぐらいしか上げてないんですよ、動画で。買いましたで終わったりしてるんで、うん、で結構、ホストピーさんとかかな、なんか、うん、見てたら、1個の商品で結構こう比べてみたりとか、とかやってたりしてたんで、で、この仕掛けについて の、うん、動画とか、その1つのものに対して、この本当に、なんだろう、ちっちゃいこの設定の部分だけをちょっとこう紹介するとか、うん、あとベンチマークとか、電池のバッテリーの持ちだけとか、なんかそういう、ちゃんとこう、そこだけをこう、フォーカスして動画出してたりするんで、うん、あ、こういうやり方しないとまずいなっていうふうに思いますね。ああ、なるほど、ね。比べたりとか。ああ、そっか、でも分野にもやっぱね、結構ありますよね、うん、分野で。なんかね、私が言われたのが、なんかディズニーのグッズとか、はい、ほら、やっぱ YouTube 的に、バンってネタ的にやっぱ大量に買ったりとか、新商品、かわいい、ダフィンの猫、ね、ぬいぐるみとか買ったりしてやってるんですけど、うん、それをね、一回だけじゃなくて、繰り返し繰り返し、ほら、さっき言ったみたいにネタで引っ張って使えばいいじゃんって言う人もいるんですけど、うんうん、多分ディズニーとかそういうのに限っては、いかにみんな最新のほら、グッズ、もう最新グッズが出るの、うん、サイクルが早いか、それ知りたくて見に来てるから、うん、多分でしょうね、それを何回もね、再利用はね、うん、多分できないんですよ、こういうグッズに関しては。うん、ただ、うん、なんか最近ちょろっとやったの、ブライス人形って目の大きな人形あるじゃない、はいはい、頭の。あのブライス人形に限っては、なんか過去物になればなるほどすごいレア度が高くなってって、なんか100万とか20万とか30万の昔の、ブライス人形とかあるから、それは、に限りは結構ほら、過去のレア物を手に入れました。何十万でプレネがついてますっていうので、できる分野の人形かなとはちょっと思いました、うん、最近。ああ。ちょっと取り扱って。だから、ちょっと同じ靴とか、お人形さん系とか言っても、物によって、うん、って思いました。最新のが必要なものと、レアになればなるほど、過去のものを迎えるほど価値が上がってって、動画的に美味しいものがやっぱ、同じお人形さん分野でも違うなと思いました。うん。最近では。うん。うん、繰り返し見られる動画を作った方が、やっぱいいなと思うんですよね。一番瀬戸さんとかは、あれなんですけど、うん、製品の紹介をちゃんとして、でその、うん、こういう風な感じなんだってちゃんと伝わるんだけど、うん、プラスちょっとこう面白いおかしくやるんで、でもう一回見たいとか、うん、こういうのでリピートするっていうなんか動画の作り方されてるんですよね。うんうん、確かに確かにありますね、そういう動画ね、うん、何回も見たいっていうの、うん、製品の動画じゃなくてこの時のこのフレーズが面白いからもう一回見るみたいな雰囲気とか、うん、瀬戸さんのこう真似をしてる方も結構いらっしゃるんですけど、うんうん、ちょっと痛いですよね。あれはあれはやっぱり瀬戸さんのもんだなって感じはしますね。うん、なるほど、うん、まあ、例えばそういった感じでその何回も見られる動画作りをした方が一番いいのかなって、うん、だから例えば新しいの買いました、でもこの昔のやつもこうあります、まあ、例えば、うん、その人形とかでもあれ、例えば、うん、同じキャラクターなんだけど何年度版のやつとか、なんか結構最新のこれですとかっていうのをこう比較してみたりとか、うん、確かにそれだけでも、うん、いい
まあ、動画として一つのネタになったりとか、うん、あるのかなと思ったりするんで、例えばこの一個新しいの紹介して、あの買いましたっていうのもいいんですけど、うん、あ、そういえば何年のやつもありました、うん、こういうふうに変わってますねとか、クオリティが上がってますよねとかっていうのも面白いなっていうのもありますね。うさじいさんはあれですか、最近なんかこう、はい、あのラジオをほらされたじゃないですか、ラジオ、はいはいはい、あれは どうですか、いい感じですか、手応えっていうか自分ご自身の中で。いやー、あれはまあ遊びですね。でも結構ラジオタイプってほら何かしながら聞けるからいいっちゃいいですよね、なんかすごいですね、そうですね、あの酒井さんも始めたんで、うんで僕もあの、うん、ラジオトークっていうアプリでやってたんですけれども、あでそれを YouTube に持ってきたって感じ、はい、はい、なんかうさじいさんに限ってはなんかご自身のなんかほらあの人生がすごいなんかすごい不思議っていうかすごいいろんなことが ね, ね過去があるからそれ自体がネタになりそうですよね、うん、まあね、年齢が年齢だからね。いや普通そういう意味じゃなくて本当いやいや、まあまあ、酒井さんにも高齢で突き動かすものは何ですかって言われたんです。いやいや、アクティブで本当に、うん、すごい。明日たこ焼き取りに行きますよ。あ、たこ焼き、このハモールに。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんだ。なんか大阪で有名なたこ焼き屋さんが福岡では、このハモールしかないということで、あと10分で終了しますと。あ、本当だ。あ、本当だ。はい。あ、残り時間ありますね。うん。はい。まあ今回はテストなんで。あ、はい。あ、テストにお付き合いいただいて。いえいえ。あ、いえいえ。はい。はい、ありがとうございます。なんかこういうなんかそういう なんですかね、会議的なやつで本当にこう、はい、なんか。こういうことを今後やっていきましょうみたいなのに使えるなっていうのは思いますね。そうですよね。うん、確かに。なんか最近のただの普通にこう、まあ今みたいな感じでどうですかとか、まあこういうふうにやるのはどうですかとかっていう、こういう話だけでも全然いい。はい。なかなか普通にこうやってテレビ電話みたいな感じで話す人って、普通に話せる人ってなかなかいないと思うんですよ、ね。確かに確かに。いや、最初にね、ケイビーさんのとこ出た時にもまあ上がったもん。はい何喋ろうって。僕も全然なんていうのかな、うん、やっぱり駆け出しっていうか、まあ、やり始めてどういうふうになっていくかもちょっと分かんなくて、まあ、どういうふうにこう進めていけばいいかっていう自分なりに、まあ、そのぶっつけ本番でこう勉強させてもらってたんで、うん、自分の方毎回こう人が変わるんで緊張はしますよね、やっぱり。うん、でも最近ほら3人で映像作品作ったじゃないですか、はい、あ、見ました見ました、はい、ね、あれやっぱ素晴らしいと思ったけど、なんかあれから派生して何かこう話って出てるんですか、こう何か、まあ、作って終わりじゃなくて、うん、なんかそれから何か あるんですかね、どうなんだろう今後。あ、この続き、うん、あ、その反省会みたいな形でライブ公開した後にライブして、うん、でその後でまた、なんか動画作りましょうみたいな話にはなってるんですけど、そこからその次がまだない状態なんですけど、やりましょうみたいな感じになって、ちょっと一旦終了ってことっていうのはあるんですけど、ね、あ、なるほど、うん、忙しいですもんね、それぞれ3人ともね、皆さん、やっぱりね、やっぱ僕が一番時間かけてしまって、1ヶ月近く多分自分のところで、うん、止まってる状態だったので。本当はもう早い段階でまあ、その編集したものは上がってたんですけど、どうやってこう手を加えていいのかって悩んだりとか、あとその実際にそのプラグインを購入して、はい、どうやって当てようかとかっていうものを考えたりとか、あとまあその時間の捻出とかね、それがすごく、はい、時間かかってしまって、3ヶ月近く伸びちゃったっていう感じなんですけど。そうなんだ。なんかライブは今後、今ほらちょっとお休みとかの日もあるけど、今後また再開しそうな感じですか？毎回ほら、毎晩やってたライブ、コラボライブ。あ、もう特にやっていく予定であるんですけど、前はちょっとこう、どうですかってこうお願いしたりとか、うんうんうん、ちょっとわざとこう予定入れて、
毎日こうできるような環境を、うん、作ってたんですけど、はい、逆に自分ができない時もあるかもしれないんで、急に予定が入ってすいませんってなることもあるかもしれないっていうのもあるんで、うん、まあ、そこを考えたらやっぱぎゅうぎゅうに詰めるよりはやりましょうって言った時ぐらいにこうやろうかなっていうようなスタンスですね。やっぱ大変ですしね、うん、前は、うん、その空いた、空いたっていうか、まあ、そのやってない時に、まあ、動画撮影したり編集したり、うん、そっちに当てて、要は動画見たいっていう人もいるみたいなんですね。ライブは見たくないんだけど、動画が見たいっていう人もいるみたいで。だからそっちの人も、こう、ちょっと満足してもらえるような、うん、ながら、ライブで、また楽しめる、楽しんでもらえる人には、ライブでまたこう、みんなで楽しもうっていう形で、両立した方がいいかなと思って、ちょっとそういう。うんうん、確かに。ちょっとライブをしてたんで、そういう風に言われたんですよね。ライブ後になってから、40回ぐらいなのかな、本当に後半ぐらいになってから、うん、なんか今それや、そういう風ないろんな人とコラボとかそういうのじゃなくて、まず自分の動画を見てもらって、うん、自分の色を出していくのが先じゃないのみたいな。そうか、40回目で。結構言ってから言われたんで、今それ言うかみたいな感じ。そうだね。ちょっとそれがちょっとびっくりしましたけど、本当にそういう、本当は応援してるんだけどっていうのはありがたかったけど、うん、応援してるんだけど、だから逆にそういった意味では、こう、なんだろう、そのか頑張ってほしいから、そういうのじゃなくて、やっぱ動画ちゃんと作る。動画もちゃんと作れよと。の方がいいんじゃないのっていうような話ですね。うん、難しいですね、本当、うん、そういった意味でも、あ、動画を楽しみにしてる人もいるんだなっていうのを、ね、それでこう分けていこうっていうような感じですね。そっか。どうですか、リードチャンネルさんとか、例えばこんな OBS とか使ってコラボしたりとか、逆にされるっていうのは。いや、本当はね、私めちゃめちゃいろいろなんかやりたいんですけど、多分今縛りがもうディズニーに9割方固まってるから、うんうん、なんか本当はそれ以外のことしたいっていう気持ちもね、あるんですけど、それ以外やると、多分もうちょっとで1000人間近で、多分ブレちゃうから、うん、1000人行くまではとりあえず、一緒にしとこうと思って、うん、ですね、そういう感じで。まあ、ありますね、考えは。例えばそのディズニー、同じ、その、なんだろう、こう、方向性のチャンネルの方とコラボするっていうやり方も多分あるかなとは、うん。最初ね、そもそもそれをね、まず、その、要は自分のほら、あれをね、広げていこう、視野を広げようって言った時は、一番に思ったんです、同じジャンルの人間、うんうん。でもね、ディズニー系意外にね、派閥がすごいんですよ、派閥。ああ、そっかそっか。何々派とかね、あとその YouTuber に限らず、なんかディズニー自体のなんか秘密結社みたいなのがいくつも Facebook 上にもあるんですよ、秘密結社みたいなのが。そこの何々派属してるの。なるほどね。もう下手にね、あそこはね、絡むとね、やばいと思って、それで、ほら、佐藤さんとか、全くほら、はいはい、全く違う YouTuber の方の方に、ちょっと歩み寄ったっていうのが本音です、ほんと。なるほどね。派閥がほんとすごい。あと2分26秒です。はい。そうね、酒井さんも、すごく、ディズニーランドが好きみたいですよ。うん、そうそう、行ってましたよね、なんかね。はい、家族で行ったみたいな。ことを、もし選ばれたら、うん、そういった話をされるといいかもしれない。うんうん、してみよう、はい、もし選ばれたら、うん、はい。それもじゃあ結局今のこういう形で酒井さんから何か来てそれをログインしたらもう勝手に始まっちゃうって感じ。同じですよ、はい。本当、はい、便利、はい、うん、よかったよかったこれ、うん、これ多分でも今3人だからいいと思うんですけど、うん、多分十何名とかいるんですよね。そうですそうです。あれ難しそうだね。僕 5名、1,2,3,5名ぐらいかな。もう4,5名ぐらいになると 2,2 とかそれ以上になってくるんで確実に分かれるんですよね。うん、片方では違う話してるんだけど片方ではもう、ま、全然また違う話してて、どっちを聞いているのか分からなくなってるとか。確かに確かに。まあ酒井さんがうまくこう振ってくれるから多分、うん、次回も多分うまくいくと思うんですけれども、うんうん、だから要はその大変そうだなっていうのをイメージが、すごい大変だと思います。うん、はい、うん、
まあね、また僕が横でこうずっと黙ってると思いますんで振られるまで実際そうじゃないと喋れないですよね、あの環境じゃね。このぐらいで、はい、本当、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。みんな、名乗りを上げよう。毛利家次男、吉川元春、広島女子大女子、毛利輝元、そしてレッは戦国の計り神、毛利元成、我らは秋広島武将隊。いくぞ広島100万歳。チャンネル登録よろしくお願いします。ここかな、お願いします。どうもすいません、ありがとうございました。